増田豊上田信孝というシンポジウムということで、今回2回目になります。前回は広島市立大学の柿木信行先生に来ていただきまして、バルター・ベンヤミンっていうドイツの思想家がいるんですけども、その方との関連を踏まえて、増田豊の芸術について語っていただきました。で、今回は兵庫県立美術館の学芸をなさってます出原仁さんに、来ていただいています。出原さん、よろしくよろしくお願いします。まず、増田豊作品&増田豊キュレーション作品展ということで、2004年に広島市の現代美術館で、消滅と未来というタイトルで、展覧会開かれました。まあ、この時に出原さんがキュレーターとして、作品展を組み立ててくださったんですけれども、これがその時のカタログですね。その時、まあ、キュレーション展といっても実質的には増田さんの個展でしたよね。そうですね、そうですね。非常にいい展覧会で、増田さんの、まあ、大きな展覧会が初めて、広島で開かれたということで、記念すべき展覧会ではなかったかと思っています。で、その時同時にですね、増田豊と9つの柱っていう展覧会がありまして、増田さんと増田さんが指名されたアーティスト、それから詩人とか、まあ、物理学者とかっていう方々の9組のグループと、それからニルバーナっていう、まあ、名称で指名があった水上さん、関戸さん、小林さん、河津さん、篠原さん、こういった増田さんと古くからのお付き合いのあった方々9組ということで、都合18組でですね、なかなかにぎやかな展覧会がありました。で、この時も出原さんにお世話になるということなんです。作品はこんな感じの展示になってまして、この時に、まあ、私が出品させていただいた作品がこの作品でして、現場でも逆さにカーボンに映ってるんですが、その写真を使わせていただいています。で、これも疑問符っていう作品で、原爆ドームの写真はですね、細川浩二さんという方が撮られた写真なんです。で、この方は妹さんを原爆で亡くされて、で、ずっと原爆ドームの写真をですね、ライフワークのようにして撮られた方で、まあ、その方の写真を使わせていただいています。実は出原さんの他にアラン・ロミーノさんという方を今回お招きするはずだったんですけれども、新型コロナの影響で、まあ、アメリカからの入国制限が解除にならないということで、残念ながら来日できません。増田さんの非常に若い研究者であるし、まあ、キュレーターでもあって、いろんなお話を聞けるはずだったんですが、非常に残念だ皆さんによろしくというコメントもいただいてますので、それでは今からですね、出原仁さんに2004年の広島市現代美術館における増田展に関するお話を伺おうと。どうぞよろしく。よろしくお願いします。ですね、広島市現代美術館の開館が、89年なんですね。その時実は増田さんをよく知ってる学員が2人いたんです。それは副館長になられた朝日明さんと、学園の根見島博さんですね。その2人が非常に増田さんも詳しかったんですけども、朝日さんは、東京都美術館で10年ごとの戦後の美術の展覧会をずっとやって、60年代と70年代に松田さんを招待してるんですね。その松田さんに対して造幣がかかったということと、根見島さんは同じ長野県出身でよく知ってて、実はその97年の、川口での松田さんの個展の時にやっぱり文章を書いてるんですね。まあ、そういう意味ではその2人が非常に詳しかったんですけども、残念ながら2人辞めてしまったんですね。それで松田さんを知る人は実はいなかったんです。で、
ただその93年くらいからですね、戦後文化の奇跡展という根黒の正樹さんを中心にして美術の美術館で戦後の美術をさまざまなサブカルチャーとかデザインとか文化物と一緒に、なるべく展示しようという壮大な展覧会がありまして、その時に松田さんを当然その美術室の中で位置づけられている松田さんも入れたいなということで、各4つの美術館でオープニングにパフォーマンスをすると、でそれを上りを展示してほしいという感じだったんですね。私もその松田さんに関しては東京のギャラリーに回っている時にやっぱり岡崎玉子バロン、当時その岡崎さんが松田さんを扱ってましたので、その岡崎さんのところで展覧会を見てて、量子芸術宣言というのが92年かな、本人できた時にやっぱりその本を買って、あ、ちらっと見ましたけど難しくなかなか分からなかったですけど、そこにありますよねそうです、これはもうだいぶ後になってちょっと読んだ感じですけど、あとその94年に公立の美術館で最初の松田さんの個展が山口県立美術館であったと、はい、その展覧会も見て、メメントモーリーっていう、そうですね、この展覧会を見て作品とは知ってましたし、美術的な後付けもかなりできていました、千葉さんなんかが逸脱誌なんかでかなり詳しく読んでましたので、歴史的な人としては知ってましたけども会ったこともなかったので、4つの美術館最初のオープンが目黒だったので、目黒の時に、そのパフォーマンスを見て、で話も少ししてですね、で印象はどうでした、松田さんのパフォーマンスの印象。パフォーマンス、その時はやっぱりすごい声が通るんですね、これは根幹のパフォーマンだと思います、パフォーマンスする人で、これはなんかこう根幹かどうかっていうのは結構分かれると思うんですけども、松田さんはパフォーマンだなと思いました。いい声ですよね、声が木遣り歌の名手だっていうふうに言っていました、本当に声が通る人だったんですね。で、その目黒のものを見て、でその後で実は広島でやっていて、これは実はこの写真が実はそうですね、左側が出原さんですね、右ですね、右側が少しで左側岡崎玉子さんですね、当時の方が、これは立ち会人という形で、いるということですね、まだ髪もだいぶあったし、太くてもいますよね、この立ち会人が2人いて、準備をして、それで松田さんが登場するということですね、次こちらの方から登場していただきまして、で舞台に行くと、美術館の、プラザですね、真ん中の広場で、次お願いします。で、最初に、剣士ということで、存在と世界と人類の悲しみと苦しみを引き受けてくださったこの地と人々に捧げますと、パフォーマンスの前にこの発言をして、パフォーマンスをするわけですね。その広島に対してのいかにそのある種の思いを持てたかというのはこれでよく分かりましたね。吉野市をギャティギャティという上りがあるんですけど、それを頭からずっとかぶっていくんですよ。要するにその行為の中でその人類の消滅を頭の中にあるいは身体的に感じていくわけです、ただ喋ってるんじゃなくて語ってるんじゃなくて、それをまず自らの身体で感じていくわけです、そこはパフォーマンスだなと思います。ただ言葉の人ではないというところはすごく分かって、これはやっぱり横で見てて印象的ですね。目黒でもそれを見てるんですけども、やはり自分がその目の前で見るとまたちょっと違ってて、その時はやっぱりすごく思いましたね。これは上りは1966年の時の上りですよね、いくつかあるらしい、でも基本的にはその66年ということで考えていいと思うんですよ、新しく書き直すとしてもそれは66年として考えていいと思うんです。でそれの後でその村底と火底とタバコということで、人類が消滅した後の世界を語るわけですよね。
基本的な考え方を元になっているのは、アフターマンという、本なんですけども、これは日本ではもう2000年代に出てるんで、当然松田さんはおそらく原初で読んでるんですね。 80年代の末にパフォーマンスをやってますので、かなり早い段階からそれをやってたんだなというところがあるんですけど、人類消滅しよう、そしてその人類消滅した後の話をして、それでパフォーマンスが終わったと。最後に、鎮魂の塔、言葉を少し述べるわけですね。次読みいたします。最後に1945年8月3日、1995年6月本日ということですね。そうですね。今回この展覧会でこの鎮魂を示させていただいてるんですが、ちょっと読ませていただくと、魂の鳥、ボーゲルベアゼーレが12と、巨次元の時間を取る、 半次元の時間をとる、超次元の時間をとる、無次元の時間をとる、荒々しく飛ぶよ、荒れもなく飛ぶよ、魂の鳥はプサイの鳥、それは癒す鳥、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 それはそれは消滅せずプサイの鳥、消滅せずプサイの鳥。1945年8月6日、 1995年6月本日で、今回の展示させている作品はご家族の了解を得て、この1995年の部分をですね、2020年の5月というふうに改めさせていただいています。それから最後が2022年2月2日ということで、松田さんの好きな2がずらっと並んでいるというような詩になっています。 次、これを退場して、まあ終わりということですね。まあ、これが95年のパフォーマンスだったんですね。その時にやっぱりパフォーマンスの力っていうのをよくわかりました。松田さんのパフォーマンスする力っていうのを発見した感じですね。広島に対する思いの強さっていうのを改めて感じましたんで、翌年ですけど、広島資源大美術館で購入しようという話になりまして、岡崎智子さんと相談をして、 松田さんと話をして、アパートもらったものを購入したということですね。それがカンヌ美術になる少し前の頃の、マンダラの形をした作品ですね。ラジオのようなものですね。ある種ちょっと色素的なものも入っている、不思議な作品だと思います。下の方にその9つのマンダラが2つあって、さらに大きなマンダラが上にあるっていう、非常に複雑な実は構造をしているという、 このまあ、マンダラがまた大きなマンダラに含まれていくというか、そういった意味を持っているんだと思うんですね。それには面白い、この構造性が発揮しているというので面白い作品ですね。次、はがき、作品ですね。それも松田さんが一緒にこう対応したことなので、これもぜひですね。これがその、パフォーマンスにあった時の、 パイロハイル・ハロス、ハロレスも、アフターマンの方に出てくるもので、やっぱり鳥なんですよね。アプサイっていうのは魂のことですから、魂と鳥とのつながりっていうこともあるし、全部つながってることはつながってるんだなというのは、それよくわかります。さっきの鎮魂も鳥が出てきますよね。次、そうですね。 広島でのパフォーマンスですね。これ80年代にやったパフォーマンスなんですけども、その写真もぜひということで、これが広島でのパフォーマンスの最初だったようです。ご家族にちょっとお聞きしたんですけども、ポーランドの自主独立労働組合、連帯の呼びかけで、 鹿児島、それから広島、東京、長野で、連続して行われたパフォーマンスのようです。それで、10年後ぐらいになっちゃうんですけども、先ほど、上さんが言われたように、展覧会。一番最初は、9つの柱が先だったんですね。9つの柱を、伊丹さんですね。伊丹博さん。はい。 美学校で、松田さんのお仕事の方、彼の呼びかけ
小出さんも当然その広島で、まあ、言いましょうっていう話だったのでそれを受けたわけですね。ただそれだけ受けて仲良くならすというのはもったいないなということで個展までしましょうと。当時その私たちその施設展コレクション展を少し改革したいなということがあってあのコレクションをその学園がキュレーションするんじゃなくてあのところからあの来てもらって、まあ、美術評論家とかそういった方に、まあ、キュレーションしてほしいというそういう展覧会を、まあ、やってたんですね。でその枠を当てはめて松田さんに、まあ、何点かの吉本現代美術館のコレクションを選んでもらって、まあ、松田さんとの関係するような作品を並べましょう。でもまあメインは松田さんの作品にしたくてその作品が、まあ、あの周りに並んでいる中で80年問題というあの松田さんの作品ですね、まあ、これマルチプリになってたのでそれを展示してその広島市現代美術館というのは上下階があります。で下の方にあの松田さんの芸術の作品を他のコレクションも含めて、ずっと並べてとにかくその松田さんの世界を新たに見せるということでやったというわけですね。まあでも実際には本当に松田さんの個展って感じの展覧会でしたよね。そうですね、まあそれは見せたかったというか松田さんの全体像はまだまだあの山口県立美術館でもやりましたけどもまだ全体像が分かってない、まあ、今でも分かんないんですよ。分かってないと思いますけども少しずつはやっぱりあの松田さんの世界というのを広げていかな見せていかなくちゃいけないかオープンにしていかなくちゃいけないんじゃないかなと、まあ、そういうなんか多少の使命感のようなものが少しあったような感じがします。でそれでこの2004年の時にパフォーマンスをやっぱりしていただいたんですね。で松田さんは実はその時、まあ、かなり医者からはドクターストップ的なところがあって広島まではちょっと難しいんじゃないかなと今言われてたんですけども松田さんとしては黄金の柱で、古い仲間、新しい仲間が揃っているということでやっぱりぜひ行きたいということでなんとか松田さんの許可をもらって、まあ、わざわざ来てくれた。来たからにはパフォーマンスということで基本的にはこの 80年問題ですね。人類が、まあ、80年後には証明するというパフォーマンスをまあ、本当にやっぱすごい声が通ってて、ああ全然あの衰えてないなっていう感じがしました。ファンのこう大きいとかなんとかやっぱりだいぶ、まあ、お年を召したなっていうのもあるんですけども、ファンはしてるときはそのお年を召したっていう感じはなかったですね。くしゃっとしてました。そうですね、くしゃっとですね。で、終わりですね。で、まあその、まあその、置いといて、まあ去っていくわけですね。去っていくというか、次に。でですね、その後でまあ何人かのその仲間の皆さんのパフォーマンスがあるんですね。これが関戸さんのパフォーマンスで綱渡りですね。あの木からその、中央の広場までの柱に渡して、それまあずっと、渡っていくわけですね。手前が松田さんですね。これでも声をかけるんですよね。これはすごい声で撮ってて、まあ、本当キャリーターのような感じがこんな感じなんだなと思いましたね。これが、あの9つの柱での水上さんのパフォーマンスですね。これは小林さんか。小林さん、そば打ちの実演をされてるパフォーマンス。で、ね、長いですから、まあ、そばが。まあ、この後夜にまたその川にそのものを流すこともやってるんですけど、まあ、それはまあ、あと市民の方に行ったんですけど、まあ、こういうパフォーマンスをやったわけですね。この時は松田さんの新しい発見というか、その60年代の終わりから70年代にそのコミューンっていうのかな、リーコミューンっていうのは、ある種の仲間が募っていくっていう、それがまあ、この2004年まで、まあ、ずっとつながってるんだなっていう。はよく分かりました。新たなその松田さんのつながりの発見ということかな、それが驚きましたね。そしてそのなんかこう中心人物でその支配してるっていうかそういう部分ではなくて割とこう
アフリコミューンってやっぱり松田さんが言ってるように非常に緩やかで、まあ、リスペクトはしつつ、まあ、それぞれはでも自分自身の活動をしていくっていうその自由度っていうのがなかなか非常に面白いのと、私のその尊敬し合ってる状況、状態っていうのかな、それはなかなか、今でもその十分羨ましいというか、そういった家系が。正田さんがやっぱり広島でやりたいっていうのは、お仲間と一緒に展覧会して最後にしたかったっていう思いです。最後だったからあれですけど、あったんだろうなと、そういうのも強く思いますね。でやっぱり古くからお付き合いがあったみたいで、まあ、長野を中心に新しい美術をこう作り上げていこうっていうような運動ではないかもしれませんけど、そういうこう流れの中でできていったお仲間たちっていう感じなんでしょうね、きっと。そうですね。それでまあこの僕としては、まあ、3つの、まあ、松田体験があったわけで、まあ、それから、まあ、松田さんについて少し考えなくちゃいけないな、まあ、それなりに考えてきたけど、まあ、少し考えなくちゃいけないなと思ってたんで、まあ、今回の上田さんからの、まあ、提案に対して是非受けたいなということで、少し松田さんのことを考えて喋りたいなというのが今回ですね。それで松田さんのことなんですけども、いわゆるのはその観念芸術、まあ、概念芸術の一つですけども、それのまあ最初だ、日本人の最初だっていうことを言ってるですね。1964年からまあスタートしたっていうんですけども、ただもう少し歴史をちゃんと見ていくと、その松田さんがまあ言葉を使った芸術の最初かっていったら、まあそうでもないっていうことはまあ調べたらすぐ分かることで、実は小野洋子さんですね。小野洋子さんが草月でですね、個展をやってるんです。それが1962年ですね。まあ、パフォーマンスっていうか、ハプニングですね、当時。ルクサスの町田さんなんかとその付き合いがあって、小野洋子さんの自宅なんかにもいろいろなことをやってて、でまあ、その活動の中で、彼女のパフォーマンスをやり、この作品に関しては、紙の作品で、まあ、絵画のインストラクションっていうものなんですね。でそれもその1年前までは例えば、そこの紙の作品に対してものがあったんですけども、ソ月の時にはただ紙だけになった、つまり言葉だけになったっていうので、あるいはその言葉の作品の、まあ、日本の紹介が、まあ、明らかになっている歴史の中で、まあまあ、このヨガの方が実は先だったっていう、ある種の行為を、まあ、どういうふうにしなさいっていう、まあ、インストラクションなんですけども、もう一つこれ頭の中で組み立てる絵って言って、それはこれは行為はできないんですよ。ちょっと読みますと、キャンバスが絵になるまで頭の中で変形していく、その過程に絵を受けるあるところで止め、その形から想起した色、音、匂い、あるいは物体もキャンバスに貼っておく。もうここのキャンバスはおそらく頭の中のキャンバスだと思うんですね。でも全く想像の中での行為なんですね。だから実際の身体的な行為ではないということなんですね。頭の中で。確かにこれ松田さんの作品に近いものがありますね。次にちょっとお願いします。これ、まあ、松田さんの60年代ブルブルかなの作品ですけども、真ん中の文章を見ますと、あなたの心に真っ白い正方形を描き、その正方形から水を汲んで飲む。これまさしくあのイメージの中で、頭の中でのその行為ですから、まあ、ある種、小野洋子さんと近いところがあるんです。でもまあ、僕は決してその順番がどうかっていうことを特に強調したい気はないんですけど、こういう概念がこう強くなってくるっていうのは、1950年代の後半ぐらいから少しずつ、やっぱりその 全世界的な動きとしてはあるわけですね。コンセプチュアリズムというかですね。でもともとは、デュシャンに行って、まあ、デュシャンがそのレディメイドのオブジェクトを、まあ、作品にする、まあ、男性便器を、ね、作品にするとか、そういった形になって作る必要もなくなった。で作らなければどうなるかといったら、そのレディメイドとそれに対する意味とか概念とか観念なんですよ。その2極になってくるんですね。その2極になった、あるいは、まあ、ベルリンだったらむしろその足の行為が重要になってますから、行為とその概念か
な。それがまあすごく重要になってくる。美術の中でそれが重要になってきたんですね、1910年代。戦後になって再び大体50年代の後半ぐらいですかね。まあアラン・カプローがハプニングとかエンバイロメントとか言いますけども、ああいう時代からその概念性がまた強くなってくる。その大きな動きの中で、そのまあ2極にあるそのものとか行為と概念が2つあって、まあ、それがまあずっと続けた中で、一方のそのものとか行為をまあ縮小していくわけですね。そうすると概念と観念だけが残っていくわけです。その動きの中に、まあ、松田さんがあったんだと。つまり大きな美術の歴史の中では、物と概念とかに分かれて分離して成立した美術が概念だけで十分だっていう、観念だけで十分だっていうところまで持っていった、ある種の極端な観念概念芸術になっていったっていうですね。その徹底したあの展開をやったっていうことなんですね。でまあその中で小野洋子もいたし松田さんもいたっていうことだと思うんです。でその観念芸術の中で松田さんが何が重要かっていったら、つまりその概念とか観念がある種の極端になったっていうことだけじゃなくて、実は松田さんが重要なのはそれを時間軸に置いたっていうことだと思うんです。つまりなんでそれをそう言い出したかっていうのは、まあ、どちらが先かはどうか分からないんですけども、こういう物質文明をずっと続けていったら、まあ、人類は滅亡するよと、消滅するよと。それでそういった物質文明を反映しているような芸術はダメなんだと。だから芸術に物はいらない、言葉だけで頭だけでいいんだということを言っているわけですね。これがまあおそらく64年から65年にかけて松田さんが、まあ、考えていった、詰めていった考え方だと思うんですね。もともとそういうあの反物質的な文明的な考え方っていうのはずっとあったんですけども、それはまあ美術の中で、芸術の中で、まあ、展開したのがその頃だったと思います。つまり、その時間の中に概念とか観念を置いているのが松田さんの芸術の根幹にあるんじゃないかというところが、僕はすごく面白いなと。で、一つあの言えることは、概念芸術とか何とかっていうのは、まあ、いろんな人が言ってるんですけども、美術はどうだ、美術という枠組みはどうかということを考えるのが概念芸術だというのはよく言われる。つまり技術か芸術というのはどうなるのかということを考えるためのものだということです。つまりその境界線を考えるためのものだということですね。そこが、まあ、概念芸術の特徴だっていうんですけど、松田さんはどうもそこにあまり、そちらもあるんですけども、もう一歩の足でもっと世界の消滅というのかな、文明がどうかという現実のことに対しての軸足がもっと強くあったんだ。しかしそちらの方が大きかったんじゃないかなと。つまりその美術がどうかということよりも、もっとその人類が証明するんだ、文明が証明するんだって、そちらの方が大きかったんじゃないかなという感じがしてるんです、すごく特徴的だなっていう。そこはある意味で芸術からはみ出してるところがある。ありますね、だから芸術っていう枠をかなり外しちゃってるっていう部分で、まあよく美術の極北とかって、表現をされますけど、まあそういう意味ではやっぱりある種の極端まで行っちゃったっていうところがあるんでしょうね。その極端はその時間軸じゃないところの極端を時間軸の極端に燃えていったんですよ、でその時間軸の中でその重要なのがその文明とかまあ人類とかそっち側のことですね。それは時間軸に置いたところが面白いんだけど、まあ、非常に難しい問題をやっぱり抱えているところがあるんです。どうですか。というのはそのまああれが、まあ、松田さんの最終形態だっていうことですね。そこがその不思議なところで、その最終に置いたっていうことはある種その自分の芸術を時間から外してるわけなんですよ。時間の流れからである極端な時間の中で自分を置いているわけです。最終という時間に。これは非常に難しいところなんですね。だそうするとですね、松田さんの芸術っていうのは、例えばその文明は消滅するから言葉だけでやりましょうっていう、ああいう宣言において完結してしまってるというか、あれでもう一つ終わってしまってるっ
っていうその展開があるのかどうなのかっていう問題が一つあると思います。で今度やっぱりその松田さんの芸術を松田さんの人生の中の時間軸において考えていった時にどうなるかっていうところがあると思うんですよね。そうすると60年から65年間の過程が松田さんのその関連芸術のまあ時間的な展開だった、あとは続いているだけなんだっていうふうに言えることもあると思うんです。でもう一つはまあ66年以降ぐらいから少しずつやっぱり仲間をあの広げていくわけですね、つながりを。で先ほど言ったようにコミューンということですね、あるいは海外とのそのメールのレートによってあの広げていく。それはまあ大体77年ぐらいに反概念っていう展覧会を組織するんですね、東京の画廊で。その頃まで松田さんかなりあの頑張っているような人を、組織して展覧会を企画しているんです。そっち側の方が実は自由なのかなと、あるいはそっち側の方も自由なのかなと。松田さんは関連ベースというのはそういう頭の中で考えることだけではないんだ、むしろそういった広がっていくことが実は自由なんだ、まあ、当然そうですよね。そのあの美術芸術のことだけじゃなくて、もっとその人類がどうなるのかということを考えていくと、そちらの外の方に広げていかなくちゃいけないんじゃないか、頭の中で進ませていくわけにはいかない。ただ松田さんの芸術というのはもっとそちらの方にどん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 広げていくことの方が実は自由だった可能性もあるわけですよね。まあボイスが主体性ということを打ち出し、社会彫刻って言ってますね、観念というだけじゃなくて、自分の芸術をその社会に向かって拡張しようとしていって、まあ、そういう動きとちょっとパラダイムなところがあるかもしれない。さらに次ですよ、はい、まあ、80年代になると松田さんはそういう組織を、まあ、やめてしまうわけですね、先ほど言ったように、まあ、フリーコミュニティで皆さんとつながってたとは思うんですけども、組織としてはそれは、まあ、あんまほとんどやってないんですよね。で自分の活動の中心あの軸足を置く、で82年からですね、小崎智子さんのギャラローが松田さんを扱うようになる、でまあ海外でもいろいろそのパフォーマンスをやるという形で個人での活動がすごく大きくなるわけですね、そうするとその世界的に広がっていくということではあの活動はやってるんですけども、まあ、何十年代の活動のやり方とはだいぶ変わってくるわけです。80年代の後半になるとそのあのこのアフターマンを参考にしたようなそのパフォーマンスをやったり、あるいはその88年ですか、量子芸術宣言として量子、そうですね、量子芸術宣言という言葉が出たのは88年ですね、つまり量子的な世界たちが生活している世界とはもう考えられないような世界ですね、まあ、光が粒子でもあるし波動でもあるっていうようなそういった世界、あるいはまあ確率でしかその物の実態が分からないっていう、ああいう世界、不思議な世界をまあアナロジーとして考えて、まあ芸術も考えていきましょうっていう、そういうそのほとんど普段の日常的なことでは考えられない世界を思うぐらい芸術に対しても考えていきましょうっていう宣言をしたんですけど、ある意味では それは宇宙論なんですよ。無から生まれ無に変えていくっていう巨大なその世界観を持ちましょうっていうことなんですよ。つまり人類が、まあ滅亡した後の世界を語り、次はその地球が、まあ、消えてしまうまでのことを語ったっていうことですよね。でさらにちょっと僕は不思議だったのは2004年の頃の80年問題ですよね、はい、宇宙まで語ったらもういいじゃないかって僕は思ってたんですよ。それが80年問題って言って、まあ、当然その、まあ、環境ホルモンとか、まあ、その少し前にいろいろ言い始めて、また人類がそんな赤が続かないんじゃないかなって言ったり言われ始めて、それでまあ80年問題を取り上げて、まあ、作品にしてしまった、作品にしたということですけども、これはある種70年代にいろいろその人類が滅亡するよっていうようなことを言ってた、また繰り返しのような感じをちょっと受けたわけですね、それが、まあ、あの科学的にもう少しあの明確になってきたっていうこともあったんでしょうけども、でも宇宙論まで行ったらまた人類にまた戻ってきたのかっていうので、僕は少し驚いた感じがあれっていう意外な感じがしました。そうするとこの3つの展開はどうなのかということが僕は、まあ、すごく不思議な感じがしてて、
つまりいろいろな知識が膨らむことによって関連技術というのは広がっていく力をまだ持っているのかどうなのか、つまりその最初 の、 あの64年から65年において関連技術はストップしたんじゃなくて、関連技術というものはどん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 実はその知見が広がることによってまだまだずっと広がって展開していくんだと。つまり松田さんが亡くなった後ももっと知見が広がればどん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 展開していくのとして考えていくのかと思うんですと、うん、いうこともあるんだと思うんですよ、うん、ただ一方でその頃の語り口っていうのは基本的には60年代の何々しようっていう語り口とは変わらないんですよ、うんうん、だからやっぱり同じなのか、うん、あるいは、まあ、展開していくのかっていう2つの考え方があるんですよね、うん、で松田さんの芸術をある松田さんの人生の中で考えていくと、時間軸において考えていくと展開しているのかどうなのかっていういろんな松田さんの芸術に対して見方が出てくるわけです、うん、つまり松田さんの芸術の中にそのある種の歴史性を含む時間軸とどうも松田さんの芸術が最終形態ということ自体がどうもその家なんだ、つまり松田さん自体の中でこう展開がしていくんだったら最終形態ってありえないわけですよ、うんそこの矛盾を実は松田さん自体は持っているんですよ。松田芸術が、うん、関連芸術が、そこの問題はやっぱり考えなくちゃいけないんじゃないか、僕は今結論は出すことはできませんけども、そこの問題はやっぱり実はあるんじゃないか、うん、でそれで松田さんの芸術を、まあ、時間軸をもう少し広く考えて、つまり過去から含めて考えていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうのが次のところで、うん、最終芸術といった時にそれは最新技術ではないんですよ、うんうん、最新っていうのはモダンですよね、それはモダニズムではないんですよ、なんでかというと最新モダン技術というのは次のモダンを許すんですよ、うん、今はこれが最新だ、でも次の最新も許せるわけなんですよ、次の展開していって新しい最新、でも最新技術といった場合にはその次の最新は許せないんですよ、うん、これは最後ですから、最後ですからね、つまりこれはモダニズムではないんですよ、やっぱりそれは時間軸で置けばそれは古い時代のある種のそのシャーマンとか、まあ、預言者とかそういった意味合いを持ってくるわけですよね、やっぱりその松田聖子芸術というのはもっと広く過去も含めてやっぱり見ていかないとこれは明らかにならないんだろうというのがやっぱり結論で、儀式とかあるいはそのシンボリックな行為もかなりありますよね、うん、のあるものにおいて言ってそれを死として考えていくとかいろんなことをやっている、あれはすごくシンボリックなことで、それは当時のそのなんていうかな、アルガモアというか特に概念芸術たちの人たちのただただ記号でその事実にふさわしいものに対しての記号だけ置いていくというか、事実を表す記号だけをこう示していくような概念芸術とはかなり違うというところがあるんじゃないかな、うん、そうですね、うん、まあ、前回 の、 あのシンプジウムでちょっと触れたんですけども、うん、下諏訪っていう、 こう土地柄、諏訪大社があって、非常にこうシャーマニスティックな土壌を持ってるっていう、うん、まあ、そういうこう基盤っていうんですかね、その松田さん自体の基盤じゃなくて土地の持ってる基盤っていうか、まあ、そういうものがやっぱり一つ大きな要素としてあったんだろうなと、うん、それから先ほど言われたようにモダニズム自体が一つの時間軸を持ってるので、まあ、今ポストモダンになっちゃってその時間軸がどこ行っちゃったのみたいな世界もあるんですけど、でも松田さん自体は、まあ、非常にモダンな芸術だったんですが、モダニズム自体にあまりこだわってないんじゃないかな、うん、そういう気がしますね、うん、だから最初ケースと言った時あれはモダニズムではないんですよ、ないですね、うんうん、僕もそのあそこの諏訪のところってやっぱり驚きますよね、そうです、雰囲気は、雰囲気はちょっと話はあれですけど、岡本太郎がですね、はい、そのアバンギャルド前衛です、うんうん、モダニズムは生ぬるくてその前衛として最先端でいけるっていうことを言いながら途中で変わっていくわけですね、縄文土器から発見して、むしろ日本の中に縄文をどんどん発見していくわけですよ、縄文的な世界、うん、弥生的な世界が日本の中では圧倒的だったんだけども、実は地方に行くと
まあ、縄文的な世界がいっぱいあるなっていう。まあ、それはあの60年、50年代から60年代にそういう気候を、まあ、本にしてますけども、ずっと後になって、まあ、縄文だと思うんですけども、とあの御柱の祭りを見てるんですね。それは縄文的な世界として見てるわけですよ。まあ、そういう世界がやっぱりそのあそこにはあるんだな。この太郎のような、つまり一方で前衛って言いながらでもひっくり返して古い方が実は今の現代としては突きつけるべきだ、新しいんだ、古い方が新しいんだっていうことを、まあ松田さんより前の段階で言ってるわけですよね。まあ、それはすごく面白くて、つまりそういう土壌っていうのはあるんだな。ポストモダンっていうのはモダンが、まあ、最先端じゃなくて、まあ、古いものにまた価値があるんだっていう見直しなんですけども、それは大きなムーブメントとしてはそのあるんだけども、一人の世界の中ではモダンの中でもやっぱりプレモダンもポストモダンもあるわけなんですよ。でそのモダニズムの中に、モダニズムが支配してた時代の中にもプレモダンの人もいるし、ポストモダンの世界の人もいるわけですね。松田さんは多分その両方でもプレモダンもモダンもポストモダンも全部持ってた人だと思うんですよ。うん、それが多分面白いんじゃないかなっていう気が僕はしてますね。そういう意味では非常に広い世界を持っていた人ですね。うん、まあ特殊化でしょうね。松田さんの芸術に対するいろんな見方っていうのがあるんだと思うんですけど、まあ、今回はあの特にパフォーマンスに関して、前回全く触れられませんでしたので、上原さんにこういろいろパフォーマンスのことを中心に語っていただいて、まあ、より深いあの松田芸術への理解ということで、まあ、僕にとっては非常に新鮮なご意見をいただきまして、非常にありがたいと思っております。ちょっといいですか。はい、多分もしかして言ってたことがあって、はい、それは言葉なんですよ。僕らはその技術の枠の中で松田さんの技術を見てるので、その言葉に対してどう判断するかっていうのはなかなか難しいところがあって、というのは言葉、まあ、その松田さん詩をね、まあ、ポエムをまずやってたっていうこともあるし、その言葉に対しての感覚は高いのですけども、それを美術の中に持ってくるっていうことがどういうことが起こすのかっていうところをかなりよく分かってるんですけど、逆に私たちがそれを十分理解してないところがあるんだと思うんですよ。言葉っていうのは非常にその危うい世界っていうかな。例えば僕がその小出さん好きですよって言った時に、それはその言葉と僕の本心とは全く切り離されてるんですよ。つまり実は嫌いだけども嘘を言って、あの小出さんは嫌いなんだけど好きですよと言ってる、反語的に言ってる可能性もあるし、あるいはその小出さんに対して何か悪いことを考えてて、小出さんに好きですよだから作品展ちょうだいと思ってるかもしれない、その別のことを考えてるかもしれない。つまり言葉と心の中っていうのは別だっていうことですね。それは言葉の世界はいろんな文脈を作ることによって、それをまあもう少し明確にしていってるんですけど、それに分かりづらい実は言葉っていうのは、ある種の希望ですから。で、松田さんの非常に短い文章の中でどう判断していいのかって非常に分かんないところがある。憑依するとかいう言葉をそれをどう真面目に受けるべきなのかどうなのか、分かんなくなるところがある。これ非常に、まあ、ある意味ではその曖昧さを松田さんうまく使っているのかもしれない。つまりその比喩的な言葉に対して、それが比喩なのかどうなのかっていうのが分かんない。つまり言葉って非常に複雑なものを持っているのに、それを理解して考えていかないと、なかなか松田さんの世界っていうのは分かんないんですね。人類を消滅しようっていうのが、あれは単にニヒリズムなんだっていう人もいれば、あるいは反語的で、そうじゃなくて、あの消滅するから頑張ろうよっていう、むしろ肯定的なものなのか、二つの考え方があるっていうことをよく言われますよね。そういうふうに松田さんの言葉に対してどう対応するのかっていうところは、かなり慎重に考えていかないといけない。美術の世界の中に言葉が入っていくことの、まあ、恐ろしさっていうのかな、危うさっていうかな、それを僕らが十分知ったところで、松田さんの戦略を考えながらやっぱり読み解かないといけないっていうところももう一つやっぱり言ってますね。なるほどね。まあ、例えば絵画とかっていうと、その言葉で表現できないから絵画にすると、うんうん、いうようなことで
表現っていうことが成り立ってる部分があるけれど、例えば言葉っていうものを前面にこうアートとして打ち出した時に、その文章とかその詩とかっていう違いがね、どこにこう設定していったかっていうことがまず一つあると思うんですね。まあ、それが99行だったりするんでしょうけど、文章っていうのは結局文脈の中でしかこう判断できないものなので、じゃあ増田さんの全てのその量子芸術宣言だけじゃなくて、全ての作品をこう網羅して、その中からこう一体この表意の意味は何だっていうようなことをこう突き詰めていくっていうのは、まあ今からの研究者のその重要なねテーマだろうという気はしていますので、アランさんのような若い研究者のようなちょっと期待したいというふうに気がしますね。もう一つ、増田さんのドキュメント、はい、増田さんは、まあ、自分のドキュメントしか取らないということを言いますけども、ドキュメントをどれだけ重視するかということが大きいと思うんですよ。僕もその、まあ、多少は調べました。まあ、今回コロナで調査するようと思ってもできなかったことが結構あったんですけども、オブジェを消せっていう、まあ、掲示を受けたっていう、あの文章がいつから出てくるかっていうのは信じていかないといけないんです。まあ、70年あたりではそれを、まあ、3歳だったかなの雑誌なんかにはその美術を消せと、まあ、掲示を受けたっていうことは書いてるんですよね。その60年頃にそういう消せっていう掲示を受けたとは書いてないんですよ。消そうという、あるいは非感覚絵画とかいうことは言っていますけども、まああるいはまあ物が消える、あの署名するとかいうことは言っているけど、掲示を受けたという言い方はしてないんですよ。そういう掲示を受けたという、ある種神がかった言い方をどの段階でしてるのか、パフォーマンス的なものができた段階で言ってるのか、それはちょっとよく分かってなかった、はい、そういうことも含めていろんなことをやっぱりあの明らかにしていかなくちゃいけないことが多いと思うんです。だからぜひやっぱりそのドキュメンテーションを充実させていかないといけないなというのが一つありますね。まあ、島田さんが本を出して少しあの明らかにしていったんですけど、これはちょっと続けてほしいなということがあると思います。あともう一つ、あの、まあ、最後に言いたかったのは、あの、まあ、そういういろいろ問題を含めて、まあ、その問題があるからこそ魅力的だということが一つあるのと、その今の時代にとって松田さん の、 その芸術の面白さっていうのがすごくあると思って、一つは本日の芸術って割とこうテーマ性っていうのかな、社会性とかそういったものがすごくあの大きくなって、まあ、純粋な芸術論的なものであって、つまりその絵画とか何とか の、 その形式をどうというようなところではなくて、むしろまあ社会問題とか何とかどんどんどん取り組むような芸術がすごく盛んになってきたんですけども、結構実は日本の中で早くからこれをやってたのって松田さんじゃないかなと。やっぱり64、5年の段階でやっぱりその芸術の枠組みのことよりも、もっとやっぱりその、文明とかそっち側のことを言ってるっていうのはかなり先駆的なところがあるんじゃないかなと。そこはやっぱすごく面白いという、まあ、その意味ではその松田さんの芸術を考えていくというのは今日やっぱ非常に通じるということとあると思うんですね。でもう一つは先ほどもずっと言ったコミューンですよね。人とのつながりをどうしていくのかということも、今のネット社会に関してはすごく重要なところで、松田さんやはりある種のその顔のこう見えるつながりっていうのを生かしつつも、でもそのあるこう共通 の、 あの関心の中で世界的に広げていくっていうところを一方で持ってた。でそれはその自由なあのコミュニティということで、まあ、自由なつながりっていうことを持ってたっていうこともまた大きいので、これ今 の、 そのネット社会の中での、まあ、つながりとどう考えていくのかっていうこともあると思うんですよね。そこもまたすごく大きい面白い問題ですよね。今みたいにあのソーシャルディスタンスっていうようなことがあの言われるような時代で、あのネットだけでないその人間関係みたいなものが問い直されてくる、まあ、そういう意味では早くから仲間を作って、まあ、新しい技術を作っていこうっていうようなコミューン、その世界的なコミューンまで考えてた人っていう、まあ、そこのこう接点みたいなところが、あの今からは多分大切になってくるんだろうなという気がしますね。だからそういう意味ではいろんな先駆者でもあったんだということですね。まあ、そういうためにはあの松田さんも考えていく、考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。
いろんな問題点、それからいろんな課題を、まあ、いただいたという感じがいたします。まあ、これから増田さんの技術ももっと研究者によって深められていくんだろうなと思います。その発展を期待して、終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。静止画からね。面白かった？よかった。